番組ですか、もうずっといろんな人から投票で選ばれていくわけでしょ。どれぐらいの期間その番組やってたの？3ヶ月、4ヶ月ぐらい。ぐらい？最初23人ぐらいいたんですけど、その中から7人。いやいやね、もう大人悪いな。なんで日本じゃなく韓国で修行しようと思ったんですか？僕は小学生の頃からずっと K-POP に興味があって、うん、で BTS 先輩を見て僕もこんな風になりたいなと思って韓国に行きましたっていうことです。ホームシック的なことはなかったの？いや僕はなかったんですけど。すごい。でも現在は共同生活してんの？はい、そうです。7人で共同生活してます。で一番年下？はい、そうです。お兄ちゃん方優しいですか？もう本当に最初は本当に韓国語も喋れなかったんですけど、メンバーに韓国語を勉強しています。だって今喋ってても韓国の人が日本語を覚えた感じで喋ってる。そう、私オールナイトニッポン一緒にやってるんですよ。違う曜日で。そうなんだ。だから私エンハイプンと並びだよ。並びだよ。俺すごいね、フワちゃん。俺も並びたい。俺も並びたい。ちょっと今日ダンスを特別に見せてくれるんですか？はい、ぜひ。お願いします。かっこいい。すごい。うわ、一人なのにめちゃめちゃ存在感。うわ、すげえ。うわ、ごけ。ありがとうございます。ありがとうございます。どういうところがポイントかちょっとね、改めて教えてほしいんですけれども。最初にやったこの矢を射るポーズがポイントです。これだからみんなこれから流行っていくわけですよね、フワちゃん。うん、もうみんなが真似する。もう今これスタジオ終わったらみんなでこのポーズで写真だろ。ポーズするんですよ。今回その行列のために凄技ダンスを見せてくれるって聞いたんですけれども。はい、尊敬する BTS 先輩のダイナマイトの早回しダンスに挑戦します。早回しダンスを、はい、ちょっとやってやって。はい、さあそれでは改めてお願いします。こういうことだった。はいはい。